科学文明を復活させていく物語となっています。マイクラだ。そそるぜこれ。そそるぜこれは見る人の脳をゴリゴリに改造していくこと間違いなしです。ゴリゴリに頭改造されちゃうのこのアニメ。みつおくん、何ですか。またまたすごいアニメを発見してしまいました。またね。見れば見るほど営業力が上がるアニメ、セールス。その作品はドクターストーン。ドクスト。ドクターストーンとは謎の光線で全人類が石化してから3700年後の地球が舞台。科学オタクの天才高校生が主人公です。石器時代まで文明が後退した世界で科学文明を復活させていく物語となっています。マイクラだ。では営業に必要な能力とはどういった能力なんでしょうか。教えてください。営業の仕事は顧客の欲しいものを提供し、信頼を獲得して継続的にいい関係を構築することが求められます。ニーズが大事。そのためには考える力は必須の能力です。頭は大事よ。しかし考えろと言われても具体的に何を考えればいいのかわからない人も多いと思われます。確かに。そこで今回、見るだけで営業力が上がるドクスト式思考力上げ上げメソッドをご紹介よ。ドクスト式思考力上げ上げメソッド、その1、上げ上げ。仮説思考を身につける。聞いたことないな。仮説思考は結論を仮説として先にイメージし、問題を解決していく方法です。なるほど。多くの人は情報収集をしてから結論を導こうとするため、確かに意思決定のスピードが遅くなってしまいます。スピード大事ですからね。その結果、商談相手に説得力のある説明ができないことが問題となってきます。確かに。しかしドクストはこの問題を解決できます。どうやって。ドクストはワクワクする展開が目白押しの作品です。うん、そのため先のストーリー展開が気になりすぎてしまいます。うん、その結果自分で勝手に仮説を立ててしまうこと必至、自然と仮説思考を身につけることが可能となります。そそるぜこれは。そそるぜこれは。ドクスト式思考力上げ上げメソッド、その2、上げ上げ。因数分解を身につける。算数、いや数学。因数分解は漠然としている問題を具体的に分解する思考方法です。例えば契約数アップの方法を考える場合、契約数イコール商談数かける契約率と分解します。そうすれば契約数をアップするには商談数を増やすか契約率を上げればよいと分かります。ドクストを見るとこの考え方が身につきます。それは嘘だね多分ね。ドクストは石器時代レベルの文明にもかかわらず構成物質や携帯電話などを作ります。どうやって。そしてそのために必要な材料や作成手順を千空が丁寧に教えてくれます。千空って初めて出てきましたよ今。その結果楽しく因数分解の考え方を学ぶことができます。今のところ何言ってるか分かんないな。ドクスト式思考力上げ上げメソッド、その3、上げ上げ。ラテラルシンキング。ラテラル。ラテラルシンキングの技法として PO がありますが、うんうんうん、これはレボノによる造語で、うんうんうん、プロボケイティブオペレーションの頭文字を、うん、つまり多角的な考え方をすることで柔軟な発想をすることを指すんだ。そうなんだきっと。そしてドクストを見るとこの考え方が身につきます。あ、なるほどね。あ、なるほど。石器時代育ちのクロムは千空が作った綿あめ機から水車を思いつくなど柔軟な発想力を持っています。クロムって誰。その発想に至るまでのストーリーを見ることで柔軟な思考のプロセスを体験でき、見る人の脳をゴリゴリに改造していくこと間違いなしです。ゴリゴリに頭改造されちゃうのこのアニメ。以上の理由からドクターストーンを見ると驚くほど思考力がアップし営業力がアップすること間違いありません。いかがですか、みつおくん。仮説思考っていうのはもう結論を最初に仮説立てると、はい、このアニメはもう何もないから石器時代だからね、はい、どうなるのかっていうのを自分で仮説立てていくと。そうですね。初めて聞いたけど千空、千空がどうなるのかと、それは仮説だと。でそこで起こる何もかもをなんか因数分解していくんですよね。そうですね。これが原因だと、これが結果だと、じゃあここいじればいいんだと。極めつけばラテラルシンキングだと。ラテラルシンキング、まあ、なんか長ったらしく言ってて全部聞いてなかったですけども、ラテラルシンキングが身につくんだと、このドクターストーンはね。その通りです。ドクターストーンを見ればセールスアップ間違いなし。上げ上げ、上げ上げ、上げ上げだ、上げ上げだ、やったやったやった。以上、ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。上げ上げ。